向こうで手招くのは宝島などじゃなく、人懐っこくて優しくて温かな誰かの声に、遠くですぐそばで僕を呼ぶ声がする、そんな現状に耳を澄まし追いかけるよ。切り札を隠し持ってるように思わせてるカードは実際は何の効力もない、だけど捨てないで持ってれば何かの意味を持つ可能性はなくない、一歩また一歩確実に進む、そんなイメージも忘れずに、僕を手招くのは華やかな場所じゃなく、口下手で人見知りでちょっと寂しがり屋のため息、遠くですぐそばで君の呼ぶ声がする、そんな現状に耳を澄まし追いかけるよ。向こうで手招くのは宝島などじゃなく、人懐っこくて優しくて温かな誰かの声に、遠くですぐそばで僕を呼ぶ声がする、そんな現状に耳を澄まし、また今日も夢の橋を渡り追いかけるよ。